20代はですねなんかね富士山にね重い荷物を背負ってねはあはあ言いながらあの登ってる感じでしたねその重い荷物っていうのがみんな大作だったわけですね黒澤さん小林さん木下圭介さん当時の市川権さん当時の巨匠に全部出会ったわけですからす素晴らしい20代だと思いますね日本映画の黄金期ですからね。 当時東宝には東宝っていうメジャーの会社にはですね黒澤明っていうエースがいたわけですね。で大英には溝口さんとエースがいて松竹には小津康二郎さんのエースがいてでこの監督選ばれたエースはですねもう何作ってもいいとあの映画界の全体があの調子いいわけですから当時はですね あの映画スターっていうのは大体あの一つの役柄をぐーっと深めていくあ,のあんまりいろんな表情あの見せないでですねそれをまあこっちは芝居出身ということもありましたけれどもやっぱりいろんな役をやるのがプロだというような思いがありましたからあの初めてあのこの作品に出ないか台本読ませていただきますね。 やっぱりねね一もも隙なない台本なんです、ね、橋本さん橋本忍さんだったんですけどただその素晴らしいシナリオで果たしてこの「つぐも半四郎」っていう主人公をね僕ができるかとまず年齢的なことがありました当時30歳ですから、えー、50何歳かの役ですねどうもねこの「スロー人のつぐも半四郎」っていうのがね僕のイメージでは三船さんの感じがしたんですね。 すごく、それで、これが三十歳の僕に果たしてできるかどうかっていう不安はすごくありましたです。ただあの、あの、橋本忍さんが書かれた本のセリフが、あの、いわゆる。もちろん、あの時代劇ですから、あの現代劇のセリフとは違うんですが、あの、セリフ自体が非常に、あの、昔でいう語り芸って言いますかね。 講談とかそれからあのその調子がまるで時代劇調,時代劇調っていうのはあの大体日本映画時代劇、えー、始めた頃は「歌舞伎のセリフ回しだったんですよ、ね、いや所詮我々の幸せなど砂の上に建てた家同様強い風が吹けばそれまで」。 切腹もやや歌舞伎調、あのー、そういうセリフをいかに写実的な映画のリアルなしゃべり方にするかっていうのを一つ苦労しましたですけどね日常会話って語尾定着ないんですよねやっぱり語り口としての元周、えー、浪人次茂半四郎ってことで腹へピッと定着させる。 ともかくね、セリフ劇ですよ日本映画には珍しいセリフ劇だったんですね日本映画であれだけ長い間喋るっていうのはあ僕も随分あの進撃でですから演劇でですから喋ることはあんまり苦にもならないんですがあの多少我が意を得たりって言ますかあのこれは面白いなこれ映画で映画って非常に写実的で「あこんにちは」とか。あの 例えば小津さんの映画なんかだと「君あの君とこの娘はどうしてんだい?」って言うと、うん、うちの娘うどうしてんだろうなっていうセリフのあれじゃないそれがまたお小津さんの素敵なところであのあのナルフさんなんかもそうですよね本当に日常会話みたいなあ,のあれで映画って成立していくのはああいう多少作り物めいた。 あの講談調っていうかああいうセリフ実が必要なものって日本映画には珍しかったですよね。しかし腹を切るだけでは楽にメイドへは行けん。手際よくこれを打ち落としてくれる人がいる手の利いた腕の立つ御仁がな。僕はだから小林さんに「ダメじゃないか」と言われたことは。 一度もなそれで,、ね、で「好きなようにやって」って言って何か好き,な好きなようにやらしてもらったっていう思いしかないんですがよーいスタートって、えー、号令かけて、えー、カートよかったとも言わない人で非常に粘り強くてですね、えー、結果を早く求めないっていう監督でしてじーっと待ってる監督でしたね。 だからあそこの、うん、知らずにですねなんだか30日ぐらい座ってたですね正座してたわけですから正座はもう時代劇であるには正座しなきゃもうしょうがないみたいなもんですからねだからしびれないように昔の時代劇の俳優さんは一日でも座っ正座してますからねこう板の間に座ってますから。 これはすごいですね。やっぱり修練ってもな、すごいですよ。方々も。何か一つぐらいは。そのよまいごとの中から、得得されることもござろう。今日は人のいても、明日は我が。<laughs> <laughs> 次に面白かったのはですね。三船三國さんとのやりとりですね。 あの三国さんが座ってる位置としらすの僕の距離がそうですねええもっとあた、ね、ったかなと引きの時はですねやっぱり僕らは芝居の人間だからちゃんと届かせるわけですよ。と三国さんはねあの来ないんですよこっちへ。聞こえないんですけどというとね 君ね、映画っていうのはここにマイクがあるんだと <music> こんな通す人はでも引きでしょこれは <music> 寄りの時はその論争をやってねでね僕よりずっと先輩ですよ三國さんはねこれはあの喧嘩したわけじゃなくて演技論を戦わしたわけで、えーうん、今言ってもいいと思いますけれどもそしたら小林さんそれ見ててね うん、納得いくまで論争してって3日休んだんですよ3日休んだ撮影中止お互いに理解するまで喧嘩やってくれって <laughs> <laughs> セットがですねこういうふうに組まれてたわけですよ あのしらすとこでこっちがこう空いてるわけですねでこっちから撮ってるんでほとんどあそこのしらすの場面はですねこっちサイドの顔なんですよで宮島さんがねキャメラマンの宮島さんが「お前の顔はもう人間条件4年取り尽くしましたから僕の顔お前の顔は鳥飽きた」と「もう鳥飽きてどこからアングル狙おうかな」「よし今回はこの右側の顔ばっかり狙うぞ」 よく考えてみたらセットが右側トっこっちに作ってあるわけですよこっちのはないから当然右狙いですよねクローズアップは。<laughs> あの切腹で本身で本身でチャンバラするんですけど禁止されてるんですか日本映画は。これは言っちゃいけないのかもしれないけど。 当時全部本気ですからね。丹波さんはね。すごい自信あるんですね。あの人、これに関してすごく自信あるで本気で危ないですね。って、僕が言ったら、うん、大丈夫。大丈夫。もうこう来たらふわっとこう避けてくれいいんだ。そんな本気だから怖いんですよ。つったんだけど、あの人はこう堅実もうあれだし。英語もすごい。上手いし、何でも上手いんですよ。丹波さんとして人は、ね？<music> こういうい形ね、これは、うん、偶然出たんですよね偶然いわゆるこっちからも敵が来るこっちからも敵が来るそれでこっち牽制してこっち牽制するとちょうどこういう形になっただからそれは非常に面白いとでこれこれパーンと跳ねた時に相手も切れると守りからすぐ攻撃に入れるという時で こういういそれはな十字剣とかなんとかあとで名前付けましたけど <laughs> でもね僕はあの映画での立ち回りはねあんまり重要視してないんです重要視してないっていうかやっぱり本見つかった分だけ、えー、少しスローテンポだなと思ってる映画としてはね。それはやっぱり椿三十郎の時の三船さんの速さ。 変の速さ、一呼吸する間に十何人やっつけるわけでしょ。だから、それに比べるとセ切腹の立ち回りは。あの、いわゆるチャンバラを見せるんではなくて。本味の強さとか、本味の重さとかっていう出した。ああれだと思いますね。ただ、その。最終的にはチャンバラやりますけど。静かな芝居ですよね。 実はこ,のこれをの映画祭に出したんです、ね、その上映日に僕と監督と亡くなったうちの奥さんとがですね、えー、日本の着物を着てですね出た武道の,の切腹の時にですねあのカンヌ映画祭で、えー、あの途中でギャーギャーってあの向こうのご婦人がですね出身するんですよね。 もう,こっちはもう油汗だしてですねいや参ったなと思うとこんな素敵な映画はないとあのグランプリ当然だっていうのがあってあの、うんうん、ビスコンテの山根ネクと,と争ってあの、うん、負けたっていうのはおかしいけれどもその後あの祝賀会あのまあだって審査員大賞もらったんですから。 あの,竹の団長がですねこうやったら向こうはビスコンと言いましてねと隣にでも祝杯あげてるんですよ山根子が取ったもんでそしてあの、うん、でみんなやったらそしたらこっちの人もねなんだろう三国同盟であのイタリアがドイツとイタリアと日本が三国同盟やったのイタリアが最初に降伏したじゃないかつまらんことでまあ,あ <laughs> 残念になってました。<laughs> <laughs> でもねあ、うん、ビ,スビスコンっていうのは山猫もすごかったですからねあのそれは当然だと思いましたけどあれを30歳で、うん、やったあとは、うん、日本映画もだんだん斜陽になってきたじゃないですか僕は30歳過ぎただから20歳でまあこれ切腹30歳で終わって。 だん,だんつまななくなってきたですねだからあの非常に一日正座してたりなんかそれから本身であのチャンバラやるわけですがある危険っていうのを感じながらやってある意味でのしんどさはありましたけど精神的には非常に楽しいああいう悲劇作りながらもあの面白かったですね。ええ